こんにちは、オーシャン東京原宿店トップスタイリストの徳永相馬と申します。今回の動画は今までのワックスの付け方、ドライヤーの仕方、アイロンの入れ方、まあここまでを結構シリーズ化して、いわゆる前髪を下ろした王道の、ドライヤーだったりアイロンの入れ方、ワックスの付け方を徹底的に説明していったんですけど、まあここから結構最近あったかくなってきた中で、アップバング、ハーフアップ真ん中の眉間の上だけを上げているような夏にもってこいなヘアスタイルのドライヤーのやり方、アイロンの入れ方、それからワックスの付け方、この3つを今度はシリーズ化して徹底的に説明していこうと思います。よろしくお願いします。はい、今回もこちらのウィッグ使って、今まで使ってたウィッグよりもちょっと襟足も短めで、まあ顔周りもすっきりめなアップバング仕様、アップバングショートなんていう風に言われる、分類のウィッグを使って、やっていこうと思います。まず、ハーフアップっていうのが名前の通りなんですけど、がっつり上げたアップバングではなく、眉間の上、眉から眉の間、眉間の上だけを軽く上げたような、こういった、まあ、半分上がっているような、名前の通りなんですけどハーフアップで呼ばれる、ヘアスタイル、これの、ドライヤーの仕方について、説明していくんですけど、まずは、ドライヤーの初級編でも説明したように、全体普通に、髪の毛を乾かしていきます。で、一旦ここで止めさせていただいたんですけど、まあ、完全に乾ききる前にちょっとまだこう濡れてる感じが、ある状態、だいたい半分ぐらい、5割ぐらい乾かした状態ですね。ここまでいくと、ここから、ドライヤーで形をハーフアップ用に作っていくんですけど、以前の動画でも説明した通り、髪の毛は、乾く時にだいたいの形が決まれています。なので完全にその前髪を下ろした状態で乾かしきってしまうと、前髪はその後に上げようと思っても上がりにくくなってしまうため、まあ、ちょっとこれぐらい、半分ぐらい乾かした状態までいけば、こっち右から左上げ用に前髪を上げたいのであれば、こういった形にドライヤーを45度ぐらい、傾けて、眉間の上からこの真ん中の部分をめがけて、ちょっと45度の斜めの角度でドライヤーを当てていきます。で、この時にポイントとなるのが、基本的に顔周りの部分は、前髪を下ろしているヘアスタイル同様ボリュームが落ちて、で上がるのは眉間の上だけになるようにするために、ここを髪の毛熱を与えて、まあ、髪の毛を乾かしながら、こっち側、眉間の外側は抑えるようにしてドライヤーで乾かします。で、この時に、熱くならないようにちょっとドライヤーも軽くブン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 乾かしてもらって、で、この時にここを押さえる理由としては、まあ、以前の動画でも説明したように、赤の十字ラインの部分以外はボリュームが収まっていった方がいいため、ここにもし手を当てずに乾かしてしまうと、ここの部分も下から煽られた風で上がってしまって、で、まあ、鉢の部分であったりとか、あとはボリュームの抑えたい顔周りが不要なボリュームが、ドライヤーによって出てしまうため、こっちは抑えながら乾かします。で、ドライヤーをこっち側から、風が当てているため、こっち側は抑えずともボリュームが出ないため、抑えるのはこっち、空いている手の方で押さえてドライヤーを当ててあげてください。で、真ん中の部分が眉間の上だけ軽く上がったら、他の部分はもう完全に、押さえた状態でドライヤーを当てて乾かします。
で、全体乾いてきたら最後に、また今度は冷風で、眉間の上だけ風を当てて、鉢は押さえておく。このようにして前髪も、ちょっとこう、ひし形っぽい意識で、まあ、漢字の鉢だったり、カタカナの葉を描くイメージで、ハーフアップのドライを完了とさせます。で、この時になんか頭がこうでっかく見えちゃったりとか、あとは変にここの部分も膨らんじゃったりとか、なんかうまくひし形ができない方は、ここの手を添えるっていう作業を一つ加えるだけで、全然違った引き締まった、頭はちっちゃく、かつここは前髪の上がったようなドライが完成するため、ハーフアップのドライはこのように行うとともに、もしこれをがっつり前髪を上げたい方、ちょい上がりではなく、がっつり上げたい方は、ここの部分を押さえる範囲をちょっとずらして、で、ガッと上げる。で、この時も同様に、やっぱりこめかみだったり鉢の部分に関してはボリュームがいらないため、この眉間の上だけではなく、まあ、黒目の上だったりを上げたい場合は、その黒目の外側を押さえるように、左手は必ず添えて、ドライヤーを当ててあげてください。はい、これが僕のおすすめとするハーフアップのドライヤーの使い方になります。ドライヤーの乾かし方の、結構基本的な知識から、上級者向けの知識までは、今までの動画に上げているため、より詳細を、知りたい方はぜひぜひその以前までの動画を、見るとともにこちらを試してみてください。次の動画はハーフアップのアイロンの入れ方を説明した動画を撮っていこうかなと思いますので、ぜひぜひそちらも合わせてご覧ください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。